よく言ったよ、お前は。これをネームドで言ったら大炎上よ。このお題ガチで際どいな。極端で究極な話出てきたんだけど。いただきましたである。いらやっていきまーす。意外とうまくでしょ。今回多いんで早速マシュマロ行きましょうか。まあ今回のお題も前回俺が面白いと思ったんで、実は思ってるけど口に出したら叩かれるからここを中にしまってること、第2弾ですね。一発目叩かれ抜いた。いやこれは、いや悪いことではないし、しかも言って叩かれることでもねえしな、誇れよ。田中さん別に綺麗だし。いや俺これちょっと分かる時期あったかも。バイトのこと仕事っていうやつ嫌い。いや俺これね、俺高校生の時こう思ってた。同級生とか今日仕事あるから遊べねえわとか言うと、お前バイトやろたかがと思ってたね。これは分かる。多分ちゃんとした仕事を経験したらバイトを仕事って言わなくなるんだろう、なんだろうな。次デートの時に MBTI の話してくるの、マジで冷める。いやこれは冷めはしないんだけど、最近の女の子ってマジでほぼ全員言うよね。ここはね、そのお勉強しといた方がいいかも。俺が討論者なんだけどさ、一覧見ると、あ俺なんかちょっと当たってるかもなって思うんだよね。これ悪意あるな。いやこんなことは思ってないけどね。いやこれすげえ悪意ない。ドエスな論争好き陽気サイコパスひどいよ。いや俺別に論破したいと思ってない人のこと。今女の子ってさ、まあ、特に女の子なんだけど、 MBTI で相性のいい人探してるとか、もう MBTI 診断の時点で相性悪い人とは関わんないようにしてるとか本当にあるから、履修しといた方がお得だと思うよ。なんかエントリーシートとかに MBTI 書かせるみたいな企業もあるし。うわすごっ。ごめんこんなこと言うけどしょうもないね。MBTI ってさ、やるたびに変わんない結果。しかも今世の中に蔓延してる MBTI ってほぼなんか信憑性というかほぼないらしいの。 MBTI 業界なんか協会みたいなのが起こってたのね、ブチ切れたのっていう話をね、しないでって話。女の子にそっちの方が冷めるから合わしときゃいいんす。まずさ、 MBTI の話はマジで合わしときゃ、興味ない人は。関西人です。関東の人の話ってほんま思んないですよね。そうなの、関西の人と喋ったことってのがあんまりないから。わかるんだ、文化じゃないの、あの大阪国の。オチがつくっていう教育を受けてきたから、オチがない話は思んないっていうインプットの仕方をしてるんでしょ。オチどうこうで話の面白さって俺は決まんないと思ってるから、まあ、軽いやつからどんどんいきましょう。カロナ家の人類の少なさが一番いきやすかった。人多すぎ無理。あーそうだね、土日の渋谷とかさ尋常じゃないからな。新宿とか今しかも海外の人いんだよ。京都も大阪も観光地は特に。サミの VCR、VRC ね。ぶっちゃけキモいです。いや、俺は別にキモくていいと思ってる。俺はね、なぞってるんだよね。彼ら、彼女らが引いたレールを。誰よりもなぞれてると思ってるから。まあ、そっから外れる気はないね。これとかも、いや、これとかね、趣旨を分かってるわ。あの、本当に君が思ってるだけでしょ。爆おかすき好きな女全員性格鬼きつい。もう君の思想の話だねこれは。そんなでもないやろ。まあでもなんかあのキャラってあれだよね、今すごいもう劇場版でもトドロキと爆豪とデクギャーンみんなで一緒に戦おうぜみたいになってるけど、第1話死ねって言ってるからね。ちょっともうちょっと一回全部終わった後もう一回見直そう。いや俺は今のところとりあえず爆豪くんのその言動にちょっと納得いってない。読み返したらなんかあるかも。これは俺ちょっと笑ったんよな。これマジ尖ってるわ。正直戦争ないと歴史はもろくない。いやよく言ったよお前は。いやよく言った。これをねちゃんと口に出せる人って少ないから。まあでもなんか歴史のページをバーッと見ていって戦国時代とかがおもろいもんな。これをネームドで言ったら大炎上よ。ツイッターのアカウントとかで
ここでよかったな。ナイスパが嫌い。別にお前らに言われたくてやってない。黙って見とけ。黙って見とけ。かっこいいね。俺の1万円を黙って見とけ。読まれるか？読まれないか？読まれないんだ。でも黙っとけ。逆ビッチいただきます。ロールさん、あざす。どこの沢でも仲割れの原因大体女、まあ、しょうがないね。なインターネットってまだ女性が希少価値高いからさ。君たちもあるんじゃない、女の子が原因で解体になること。やっぱりなんか奪い合いみたいなこと起きちゃうからさ。次、いいメンタルだと思うよ。私めっちゃ可愛い。今の SNS って言えないよな。偉いよ。言わないよね。言えないよね。今人の顔評価するやつ多いもんな、マジで。ローレンの理論なのに影響受けてるやつ、おい、お前、お前のそこの前、きっしょい言葉遣いすんだよ。何が一旦丸丸とか、まだキモすぎるだろ。交互かつ、交互、合ってるこれ。配信のノリだからギリ出されてるのことは平然と X でのコミュニケーションリアルの会話に持ち込んでくんなよ。この前も話したよね。まあはちょっとやめよう。多分ネット触れてない人からすると未知の言葉だし、知ってたら気持ち悪いって取られること多いしで、マイナスしかないからやめましょう。でも、その人の配信好きだと映るよね。俺よく映るの。好きな人の言葉。どうでしょう、ハマった時にめちゃめちゃ大泉洋の喋り方映ったし、後部敬語の口癖みたいのも映ったし、ちょっとコアな話になるんだけど、マヤメルファリアっていう YouTuber がいて、 PUBG とかやった、俺に Twitter を教えてくれた人で、そんぐらい俺が尊敬してる人なので、その人の配信をずっと見てたから、その人の口癖映ったしね。でもまあはまあはちょっと危ういかも。リアルでまあ使ってる人も、もう使ってるってなっちゃうから。 VTuber してます。人気者であるかのように振る舞うため、出会い中からDM が多数来たことにしていますが、 TikTok 案件しか来たことありません。VTuber なんでそんな、 VTuber って承認欲求満たされないのかな。全く今回のお題と関係なくない。そしてお前の悩みじゃん、お前のトロやんこれ。自分は重度のアニメオタクなのですが、ライトな、アニメ好きにおすすめ漫画とかアニメを聞かれても答えたくない。なぜなら自分の好きな作品をライトオタクに面白くなかったと言われてもムカつくし、逆に面白かったとしてもあっさい感想を述べられたらイラつく。というか最近初見のアニメでもながら見をする人が意外と多いことにびっくりする。面白かったという割には、あのキャラのこのセリフいいよね、この場面いいよねっていうと、そんなシーンあったっけみたいな人が多くてビビる。まあ気持ちはわかるよ。でもこれは何でもそうなんだけど、何のコンテンツでもね、にわかと言われる人を大切にしないと良くない。で、今君のいるレベルで言うと、あなたは重度のオタクでレベルの高い考察をしてるかもしれないけど、あるところではお前の方がにわかである可能性高いぞ。逆に言えばお前がいるところのレベルが低いとも言えるからね。上には上がいるからさ。ここの爆発シーンを担当してる誰々さんっていうのはどういう作品を他に書いていて、この声優さんは他のシーンでうまくいかないっていうのをドキュメンタリーで語ってて、それが弱点だっていうのを自分で分かってるから、ここのボイストレーニングに行ってこういうところ行ったんだってみたいな、脚本でああいうああいうああいうとか言われたらさ、どんなに重度のオタクでもおーおーってならん。でもそういうことを語る人っているからね。自分が下だと思う人にも優しくしないと。お前が下になった時にすごいへこむと思うよ。俺は今までなんでもよく言わなかったな。今回のお題に投稿したってことはお前言わなかったんだろ。それは偉いかも。ひけらかさなかったんだな。素晴らしい。俺はひけらかしてた時期ありました。ちなみに深夜アニメとか分かっちゃってる俺ちょっとかっけーなみたいな、まだ世の中に知られてないコンテンツの面白さだから、君の名はとか俺見た時ガチで語った。君の名はね、俺深夜アニメ見てるから分かるけど、その深夜アニメって世の中で受けてるのってちょっとそのエグさというかズロさというか、その君の名はっていう橋の上で、そういう深夜アニメっていうの橋だと思ってて、俺一般層と橋のね、一般層とその深夜アニメのそのなんかちょうどいい塩梅をついたから、俺はこの作品はいいと思うな。大衆向けに新海さんが作ってくれて、まあそこを意識したと思うから、俺新海さんのこと分かるんだけど、まあそこだと思う今回のテーマはみたいな。俺その時期ありました。俺が心配して泣いてることを見ると気持ちいい。
なんでなんだろう。泣いてもうこねてさ、それに失敗して帰るよ帰るよって言われてる子供見ると、あああるなとしか思わないんだけど、気持ちいいまでの感情持てるのって宝だよ。宝大切にしな、その感性。人は増えすぎた。神やん。言動か神ぐらいだろ。サノス、そうだね。サノスからの投稿でした。本当にひでえ。本当にひどい、マジで。かわいい猫とか小さい犬蹴ってみた。ほんと最悪だな。マジで最悪だな、こいつ。犬とか猫は蹴ってみたいとは思わないけど、それと同じ思想になることはぶっちゃけある。高校生の時とか中学生の時ってよく怒られてたんだけど、すげえ怒ってる人見たらさ、この人今真顔でぶん殴ったらどんな反応するんだろうって思ったことない？え、これ俺ね結構あるあるだと思うんだよね。それと若干似てるっていうものもあるけど、あれじゃない？なんだっけな、キュートアグレッションだって。知ってる？キュートアグレッション。可愛い猫とか小さい犬蹴ってみたら、でも思ったことないな。これツイッターとかで言わないでくださいね。世の中にこれ発信すると、キレられます。でもキレられるっていうのを分かってるから、お前は実現しないし口に出さないでしょ。それって大切で、人間って欲求たくさんあるじゃん。こういう欲求は誰しもあるんだよね、そういう悪い欲求って。でそれ行動に移したのはお前が偉い。ただそういうだけ。お父さんお母さん、いつも自分のためにご飯作ってくれたり、なんかしてくれたり、なんかいろいろやってくれてありがとう。感謝してもしきれないし、本当に大好きです。でも親の財布から金盗むのが一番気持ちいい。親の財布からお金盗むってマジでバレてるんだよね。盗んでた時に言われるパターンもあるけど、大人になってからあの時盗んだよねって笑い話になるぐらいまでのパターンもあるし、愛されてるね。でも今でも盗めてるって話でしょ。お母さんお父さんにいろいろしてもらってるの中の一個だよ。 V の配信初めて見る前にその V の前世調べる。だって VTuber の名前って Google 検索で調べる時に顔とか前世とかが一番上に出てくるじゃんね。お前らぶっちゃけ調べてんだろ。エピソード0感あって面白いよ。いいね、その捉え方面白いかも。結構苦労してきたんだなってなるパターンが多い。まあ VTuber で跳ねる人がいいでしょ。だってそれ前に跳ねてたら VTuber になろうってその事務所受けてないもんね。一から VTuber ってきついんかな。きついと思う。配信ってちょっと特殊技能だから、パソコン画面に向かってさ、唾と飛ばしながら喋ってんのよ。これずっとこう画面に向かってコメントと対話するって、その特殊技能だから。配信者初めてで VTuber やりますってなって跳ねる人っていないかも。だから前世が存在するんだろうね。女性が胸見られたらすぐ分かるって言うけど、 100% 全然分かってない。お前が見られてると思ってる客親見てるし、視線は複数から来る。男性が棒立ちしてるときは胸を見てるし、棒も立っている。これだけだよ。もうここのために投稿したよね。これは男性でわかるのマジで配信者とっぽいだけかも。俺んたちってさ、生きててさ、顔以外にさ他に注目される部位ってないじゃん。ぽいって入れ墨に行くじゃん。ぽいに今度聞いてみるわ。でもぽいの入れ墨って道行く人がめちゃめちゃ見てると思うんだよね。スプラトゥーンはオフパコかな。するだけのためのゲーム。 X 使って女見つけて一緒に遊んで簡単にやれる。スプラトゥーンはね、女性率めっちゃ高いからね。仮面のだけのゲームっていうのをなしにしたら、ここなしにしたらそうかも。これ言い過ぎだけど、ためだけのゲームはちょ、お前がちょ振り切りすぎてるけど。アイドルオタクしてます。ライブ映像で自分よりブスが映ると手叩いて喜んでる。アイドルとかのライブってか客が映ったりすんだよね。こうやってビーって、それはしゃいでるブスがいると、うわー映ってるブスってなるじゃん。素晴らしい性格の持ち主ですね。何見に来とんねんお前は。危ねえ、このお題ガチで際どいな。このお題本当に危ないお題だったな。あーでもリゼロのレムが好きな人ってキャバクラ行ったら絶対ハマるからやめた方がいいよ。
男が好きな女テンプレート100点満点すぎて、そういうところ行ってガチでハマっちゃう。コンカフェとかもやめときな。マジ大ハマりしちゃうと思う。気圧の変化で体調悪いとか言ってる人は陰謀論者の類だと思って、もうふざけんなよ。ボコボコにするぞお前。もう低気圧の辛さ、もうちょっと今日もきついんだから、やっちゃうよお前。両手で行くぞ俺。理解してください。すいません、あなたはちょっと恵まれてるカナダの持ち主なんで分かんないと思うんですけど、黙っててくださいよ本当に。男で顔文字使うのキモい。まあ俺最近あんまり使わないけど、顔文字別に使ってるやつ見てもキモく思えないけどな。それ時代じゃない？あーでも、あ、いや待って、間違ってた俺。絵文字じゃなくて顔文字か。顔文字って死んでるかも。顔文字ってあれか、死んだ文化だと思ってたもん。顔文字は無理かも。許せるのなくね。有名人をさん付けで呼ぶ人たちが苦手。自分が有名人のコミュニティの一部になったと思ってそう。いや俺もなんかたまにその芸能の方々とさ、その関わることが若干増えてきて、この毛はあるんだけど、これに嫌悪感を覚えるのはわかる。でもちょっと若いかも。もともと見てた YouTuber とかがいきなりヒカキンのことをヒカキンさんって呼び出した時に、うってなった、ういってなったけど、もうなくなったかな。もうこれはもうなんかね、勝手になくなる。でも気持ちはわかる。今からゲーム配信をしようとしてるやつ、みんなゲームやってればお金稼げると思う。そう、この話はね、そうね、今からゲーム配信参入してお金稼げるようになるの一握りすぎるね。ボドカのなんか切り抜きとか見てすげえごもっともだなと思った話があって、配信者今売れてるやつら 99% 運がいい理論。俺も運がいいないうちの一人だから。それこそジャスパーもそうだし、今から金を稼ごうと思って配信者になるとマジ痛い目に遭うと思う。これは俺来ると思ってた。俺これ系来るか来るかと待ちを見てたわ。私は感動系アニメやヒューマンドラマの映画とかが好きです。それもあってかキー作品のクラなどを友達に勧められました。最初は微妙だけど最後まで見たらマジやばいみたいなこと言われたので全部見ました。確かに最初はすごいつまらなかったけど、最後の楽しみを糧に見続ける結果、主人公がかすすぎて何が人生と言われてるのかさっぱりわからなかったです。でもクラなを見てもつまらなかったって言ったらすごい批判されたので、それ以降は誰にでも基本面白いって言ってます。面白いつまらないは個人の感想なので全然全然構わないし勝手だと思うのですが、さすがに持ち上げられすぎじゃないですかこの作品。えらい。俺はここまで面白くないとは思ってないけど、すごい持ち上げられてんだとは思う。クラナドは、クラナドが人生っていう、俺は文言自体がクラナド面白くないとしてると思ってハードル上げすぎてるわ。すげえ期待してみちゃうじゃん。キー作品マジ死んじゃ怖いよね。そうだね。マジでキンキがえなこの彼氏になれたことが不思議でしょうがない。お腹が出てる、ハゲ出している。なんかいや俺も聞いたことあって、キンキのどこが好きだのって聞いたんだけど、顔じゃないって言ってた。いやそれどうなんと思ったけど、顔も好きであるよと思ったんだけど、なんか相性いいんじゃない、単純になんか一緒にいる時楽しそうだしね。はい、AV を本気で全部信じて気持ち悪いリプや写真を送ってくるのやめてね。仲良しは疑似性質だし、本当はゴムだってついてるし、合い声だってどんな感じとか細かい設定やセリフ、ここで行けとか指示あってほぼ義務だ、行きだし、おじ単位とやる会なんて最悪だし、いやいやに決まってるだろ。本当はチンコなんていらないし、お金だめだよ。マジの話、一回見学してみたい。見学してみたい。一人飯の時にいただきますするやつはバカ。いいねいいね、思ってんだよな、そうやって、そうやって思ってんだよな、あいつはずってな。好きだわ俺、こいつめっちゃ好きだ。まあ、毎回いただきますって言うたびに命に感謝が頭によぎるわけではないけど、俺は癖づいちゃってるな。待って、マジでおもろいなこれ。極端で究極な話出てきたんだけど、いただきますとはスピリチュアルである。いや言わんとしてることはわかるよ。地球に感謝、食材を生んでくれた木、草、雨に感謝、そしてこの命をいただきます。日本人としたらそのパフォーマンスの面が大きいと思う。やっておいた方が得だし、そう育てられてる人もいるだろうし、
いただきますわ、スピリチュアル理論ガチで深掘っていったらチャンネルがバンになるんで。チャンネルの危機なんでやめましょう。ツイッターで私ブスすぎるや今日漏れてないなどつぶやいて写真を載せる人にえ、ちゃんとブスなんでってリブしたくなる。俺もよぎったことある。そうだねって送ったらどんなリアクションをするのかなと思ったことある。ブリブリにブチ切れると思うよ。どういう意味だろう、ちょっと待ってよ。男の芸能人が女性アイドル好きをアピールするのは許されてるのに、女の芸能人が男性のアイドル好きをアピールするのがダメな風潮なに。そうなの？多分、ね、あなたの思想がそういうフィルターにしちゃってるだけだよ。そっちしか感知しないようになってる脳みそが。自分がスタメンで出ていない試合の時ひそかに相手のチームに点が入ったり喜ぶ。これはちょっとわかるな。俺部活の時なんかこんなメンタリティだったの。俺歩いてる女の顔に見て点数つけてる。ふみんでちょっと病んでるところが好きだったのに、推しが元気になって押せなくなったらずっと病んでて欲しかった。よしよししたかったから。うわっ、これちょっとわかるかも。声優の不倫、毛ほどにも興味ないからキャラの声変えないでほしい。あーちょっとわかるかも。これはわかるけど、いやわかるけど、実際いや俺たちは多分この状況を観測してないんだよね。ホットな時にそのまま続投するっていうルートを見たことないじゃん。見てみたら多分キャラが喋るために頭によぎるぜ。そういう体験をしたことないだろうけど、イメージつかん？いや、よぎるね。すき焼きそんな美味しくない過剰評価。嘘だろ嘘だろ、俺すき焼き大好きなんだけど。肉系で俺その過剰評価されてるのって焼肉だと思ってて、焼肉ちょっとね評価されすぎ。本当に人生でちゃんと美味しいなと思ったのが、オニアに連れてってもらった焼肉以外まあまあだなって思った。5年以上追い続けた配信者がストコラしかやんなくなって冷めた。それね、それさ、これ何でもなんでってなる人だから、なんでなんでなんでってなるんだけど、ストグラってすごいなんでが解明できないんだよね。本当に超絶人気なの。思んないわけじゃないんだけど、その人の受けるポイントみたいのが分かんなくて、プラス方向のどこの点がプラスなのか俺は捉えたい。土井さんの配信者グラセフだったら分かるの。もともと知名度がある人たちがグラセフの中でワンチャワンチャするのはおもろいじゃん。でもストグラの人たちってゼロからストグラの中で有名になったりするじゃん。どういうメカニズムなんだろうなってめっちゃ思うんだよね。今コメントも見てて思った、リアリティショーなんだな。でそれがゲーム内の勝手に生まれんだね、システム的に。相乗りなんじゃない。相乗りは例えが古すぎないか。正直期間決まってないから正直ダラダラしてる感じあるよね。いやでそれはそれでいいんだよね。そこは面白さだと思う。なんでかっていうと、あれってメタバースって言われるものでしょ。あの中で生活をしてるみたいな、別人格になって生活をしてるっていうイメージだから、それは全然いいと思う。俺すげえなと思ったのがあったんだよ。ちょっと待ってね。ストグラのねオフラインイベントの写真なんだけど、すごくない？これ全部ストグラの配信者らしいけど、これ脇尾くんでしょ。すごいよね、単純にマジですごい。だからすげえ追う人しかファンになんないだろうしね。そしてこういうのってストグラのリスナーはストグラ配信しか見ないイメージ。いや俺もそこもネックからめっちゃ不思議なんで、だから俺本当に結びつかなくて、ストグラだと超有名みたいな人がツイッターのフォロワーが2万最近行きましたみたいな、不思議な世界だよね。ファンタはもう土壌がちげえもん。俺初めてファンタに会った時衝撃だったもんね。ラストのストリーマーサーバーの時にそこでちゃんと初絡みしたんだけど、ニコニコ時代からの下積みもあったからめっちゃおもろくて、寸劇っていうかあれを見せられたわ。ドラゴンボール X 見せられた。デジタどうだ今度の俺の一発は。こいつは引くだろ。なんだこれ。俺はあっちも完全体なんだ。俺の中であれはもうめっちゃおもろくて、だから釈迦さんに聞いてみよう、ストグラのおもろいとこ。あの人も結構ハマってたしね。大手は釈迦とカナエのイメージ。え、俺ストグラはもうあれだけど、ラッターさんだけど、イメージラッターさんだってストグラって5万ぐらいいたぜ。
その配信者全体配信っていう活動にとっては別になんかまんべんなくやって全部来るみたいな釈迦みたいなスタイルが正義だと思うけど、一番の正義はおもろいことをやってるっていう姿が長くできる秘訣だと思ってるから、視聴者が一つのタイトルしか来なくなっちゃったとしても楽しいことやってんのが大切だと思う。一番良くないのがさ、苦しんで配信して配信できなくなっちゃうことだから。スタミさん、なんでロールやらなくなったんですか？肌荒れちゃう。やらない、やりすぎちゃった。もうまたやるよ。別に全然またやるんだけど、やんないとかはないんだけど、だってあのゲームいつでもできるじゃん。いつやってもいいゲームなんだよね。旬とかないからさ、そこがいいとこでもあり悪いとこでもあるんだよね。いつでもいいんだよあのゲームってやんの。配信者ってそれでいいんだよね。人が来なくても俺は剣士をやり続けたじゃん。あの600人700人と剣士をしたあの2週間とか3週間本当に幸せだったし。そうなんだよ、配信ってそうなんだよね。数字を求めちゃうとね、もうなくなっちゃうから。お疲れ様でした。